スです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎 ZRX400 Mark II カラーのご紹介です。こちらはですね、まずヘッドライト周りを丸目仕様にカスタム済み、そしてブラック集合感にタックロールシートなんですね。細かいところもカスタムポイントございます。早速ですね、ご紹介させていただきます。はい、まずヘッドライトです。マルチリフクレフターを装備ですね。そしてクリアウインカー、フロントフォークの大きなにじみや漏れ、こういったものもございません。フロントフェンダーの大きな点灯傷や割れない状態となっております。ホイールはですね、ゴールドホイールにニューペイントですね。大きなガリ傷曲がりもちろんございません。アウターはブラックにペイント済みですね。そしてメッシュホースも装備しております。フロントタイヤはですね、新品に交換済みとなっております。エンジン周りです。ヘッドからのオイルにじみ、各所オイル漏れともなさそうですね。キャブレターからのガソリン漏れなどももちろんございません。ポイントカバー、クラッチカバー等に大きな点灯傷、こういったものもない状態です。メインフレームにでもですね、大きなサビ腐食出てないんですね。綺麗な状態に保たれております。ステップ周りもですね、曲がりなどもない状態です。そしてマフラーはブラックの集合感です。後ほど音の方はご紹介します。リア周りもですね、もちろんゴールドホイールです。大きなガリ傷や曲がりもちろんございません。じゃあメッシュホースと、車外のリアサスペンションを装備しております。じゃあテール周りはですね、純正のフェンダーついてますね。そしてウインカーはクリアウインカーにカスタム済みです。シートです。タックロールシートに張り替え済みとなってます。前後ろともに大きな切れや破れもちろんございません。綺麗な状態ですね。タンク周りです。大きな点灯傷やへこみ、こういったものも目立ったものはなさそうです。ではタンク内ですね。タンク内のサビや腐食もちろんございません。ではエンジンの方ですね、始動していきます。お楽しみいただければと思います。とてもおすすめの一台となります。皆様のお問い合わせお待ちしております。